井上晴美。ヘアヌードになるというのでポコチンを固くしティッシュを準備していたら、確かにパイオツとおけけを晒してはいたものの、頭を坊主狩りにするという余計な芸術要素をぶっ込んだたわけ。結構前の話だけど、あげましょう。これも確か同感ですよね。